hello this is hiroshi hayashi Hamama city japan and this is a video diary for japanese uh, uh, youtube uh, subscribers this is a sort of diary i publish or i send to each uh, subscribers in japan every week uh, just summarizing uh, what i had done uh, in this week And this is a video diary. Sorry for English speaking people. I speak here in Japanese.、Uh, e uh, 皆さん、こんにちは。Uh, 今週のって言いますかあの先週金、土とね、何人かと慌ただしくてね、忙しくて、あのビデオダイアリーを出せませんでしたので、今日月曜日の朝ですけども、まだ。 眠い目をこすりながらというのはですね昨日あのその前の日睡眠時間が45時間だったもんですから昨日昼寝をしようと思いましてね 頑張ってたんですけども、あのまたいろいろありましてですね、昼寝できなくて夜、またそのままいや夜中の1時半まで頑張っちゃったんですよ。で、まあ今時刻は8時20分で、先ほど1本あのビデオ757だったかな、1本アップしました。あのブッダがですね、いわゆるゴータムシッターターがあのエイリアンの指導を受けていたというまあ,あの数学的な証明ですよね。それをしたビデオを先ほどアップしておきました。まあぜひご覧ください。あのこのこ そこの中で紹介してますクロスポイントノースウェストエイジアはですね、私が発見したものです。えー、まあ、それはいいんですけども、あのー、その、まあ、あのー、そういうことで、今朝はですね、あのー、またその7時頃起きまして、えーあ、本当はもうちょっと寝てなくてはいけなかったんですけども、まあ、なんとなく目が覚めてしまったものですから、起きてしまって、今、そういう時刻で8時20分ですね。あのー、ということで、まあ、 先ほどあのビデオ一本アップした後、こう急にまた眠くなりまして、すみません、こんなちょっとこう頭のぼんやりした状態であのビデオダイア出すのはあの聞いてくださる方に対して大変失礼かと思いますが、まあ、許してください。で、あの、ブッダが哲学者であるという話をも思い切って話しましたです。もうこれずっと私がそう考えてたわけですして、あの特に北行ね、あのダンマパダですか。あの の中に書いてある、まあ、原始仏教と言われてますけどもあの日本ではですねあのその部分の解釈をまあしながらあーブッダの謎に迫ってみました、まあ、それに対してですねあの秋田様よりね、まあ、専門家の方井桁さんという専門の方さらにはあのシース・スターリオンスター・オリオンさんですね あの高校の先生をなさっておられますけどもあのそういう方からですね専門のまあそういった分野で詳しい方からいろんなそのアドバイス ここが違うよ、あそこが違うよ、ここはこうなんだというようなアドバイスをいただきました。あの本当にありがたいですね。あの前向きにね、そうして私を引っ張ってくださる方が、特にそういうそのブレイン、ブレインって言ったらしてですけどね、あの敵なブレインじゃありませんね、私の指導者ですけども、あの指導者としてそういうふうに私をして指導してくださる方がですね、身近にいらっしゃって、そしてそ指導してくださるってう方をいるということは本当に本当に心強いですね。あの ないろんな専門的なあの意見をいただけますのでね、あのー、ありがとうございます。それで、あの、一つ訂正なんですけど、あのー、いわゆる北斗のね、己こそ、己の夜べ、己を起きて、えー、誰に、誰によるべぞっていう部分なんですよね。それは、あのー、秋田様の方からですね、指摘がありまして、北斗160番なんだと。そして、正確に読みますと、己こそ、己の夜べ、己を起きて、誰によるべぞ。 よく整えし己に,己にこそとえがたきよるべをおぞえんとまあ,あのこれは友松延太先生という方のお書きになった本の訳ですねまあ訳しますと自分がね自分こそが自分のよるべなんだと頼るべき存在なんだとでその自分をさておいてね誰によることができるかと自分をよく整え でよく整えし、よく整えしてことは、まあいろんな意味に解釈できますが、そういう,おのそう,いう自分にこそ、まことえがたき、まあそれ、それこそがね、まことにえがたき、えがたいあ、頼るべき存在だという意味なんですね。でこの思想というのはあの、どうして実存心かというとあの、それはキリスト教、イスラム教、それからあの特にあのヒンズー教との違いを見てみれば分かるんですよね。 あのどこにあるかというともうあのすぐこう神に頼れ神を祈れ神にすがれというふうに教える宗教なんですよね。あの神それから信じた者は天国行けるしあのいよいよそうでないものは、ね、地獄を落ちるんだというのはこれはあの自分の外に迷うべを求める生き方なんですね。 分かりますかあの、よるべってことは、自分の頼るべき存在をですね、自分の外に求める、まあ、宗教のあり方なんですね。で、一方、ブッダは,あのはですね、そういうことを言ってないわけです。自分だよと。あんたなんだよと。頼るべきはあんたなんだよと。自分を整えて、そしてその自分に頼りなさいよっていうのが、ブッダの基本的な考え方ということは、もう、180度違うわけなんですね。 自分を信じた人はねあの天国行けるとかあの世でもね極楽行けるなんてことは。 仏陀は一言も言言うてないんですね言ってないんですそれは言ってないもの、ね、言ってないんだってどうしようもないですね。そういうふうに言っているというふうに解釈してでたらめになってはぎれます。でたらめの仏教展を何千回も作りた作ったのは釈明後500年ぐらい経ってからなんですよね。それをもうその仏教学者という人たちがね、島田島、ブッダは島だという言葉を使うんですけども、ジムゴソが悟り開いた島田島だと言って、その島田のアイランドのことね。あブッダはそう言ってるもんですからね、島を作れってというもの ですから、まあ、悟り開いた人はみんな自分はブッダだブッダだブッダの生まれ変わりだなんてこと勝手なこと喋ってですよ次から次へとそのあの経典を作り上げていくわけですそれが間違っていると言いませんよそれぞれの経典にはそれぞれの時代のですねそれぞれの、まあ、学者たちのね懸命というか必死なその努力と研鑽があってそしてその仏教典ができていったわけですからそれぞれの人の 思いこあの、生きざま、哲学というものは、そこに織り込んであるわけですよね。ですから、あのまあ、先ほどデタラめということを使いましたけども、ブッダの目から見ればデタラめだということなんですよ、私に言っているのは。私の目から見て、デタラめだと言っているわけじゃないんですよ。そこは誤解しないでくださいよ。あのどん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 自分が前の時、五流の解釈によってですね、あの経典がもう何百巻、何千巻とできていくわけです。それはごちゃごちゃになった状態で中国が入ってくるわけですよね。で中国から12個、日本が入ってくればよかったんですけども、まあ また中国でプールされた仏教展がですね、一気にドさっとこう日本へ入ってくるわけですよね。ですから日本の仏教はもうごちゃごちゃにもなってますが、あのフランス料理あり、イタリア料理あり、中華料理あり、という、それをご,ごちゃごちゃにこう大きな鍋で煮たような感じで日本へ入ってくるわけです。 まあ、それはあの大大きく見ればですよそういうふうな解釈もできるという意味ですね、こういうこと言うとですねまあ、すぐクレーム入りますし不愉快に思う方もいらっしゃるかもしれませんけれども、事実は事実なんですよね。で、まあその北京に戻,戻っていくわけですよね、でそのブッダが、まあ、あの哲学者であるとというようなことをまああの昨日話しました、昨日 YouTube にアップロードさせていただきました。まあそれに ついてですね、まあ、いろんなあの意見もあり、まあ、そうじゃないんだという意見もありあのいただきましたし、まあ、あの哲学者だという考えというのは賛成しますという考え方もありましたしね。まああのまあ まあ私自身も、ね、そういう方たちからいろんな意見をいただいてです、ね、そしてあのまたさ,さらに前へ進むことができますからね、誰かが、あるいはあの私に代えて誰かがそこと発表してくださるならそれについて私は考えますけども、まあ、誰かがその突破口と言いますかねあの、殻を破らないといけないわけです。それも昨日やってみたわけです。ですから皆さんとこれから、まあ、特にブッダ,のブッダは、ね、日,本日本人、日本と非常に深い関係がありますから、あのこれからも前向きにって言いますか取り上げていき たいいいなという,ふうには考えていますで、まあ、秋田さん、池田さん、それからシースターオリオンさんですね、方たちからいろいろねあの、アドバイスをいただきました。この場を借りてお礼を申し上げます。どうもありがとうございました。で、まあ、あと,こと今月の成果はですね、まあ、あのいろいろあるんですけどまあ、あのビデオはあの何本かアップしました。で まあ、何度も言いますけども、一日一作は必ず出すんだというふうに自分を追い込んでいるんですね、私は。出ないとこういうそのあフリーター的なそのき生き方の中では、ですねいかにこの自分をコントロールするかということは難しいんですね。で昔、あの私の友人がですね長い間、ー松の会社に製造会社に勤めてまして、それでまあず,ずっと社員でまあ、有能な社員だったんですけども、も今度、東京に支店を作るということになったわけですね。で彼1人がですねまあ、単身赴任であの東京へ行ったわけです。で ま今からもう30年ぐらい前ですねで一人で東京行って一人でま会社のその東京支社の社員としてたった一人ですよあの事務員もなし秘書もなしでですね一人で行ってまあ、あのアパートを借りて小さな事務所を借りてそして東京にあの支店を作ったわけですまあ、一応会社の支店ってことになるわけですね。 その開拓者だったんですけどもその友人がですね私にある時浜辺で帰ってきてね声を教えてくれましたね林さんもう何が苦しいかと言って自己管理ほど苦しいものはないよっていうわけですその問いりなんですね あのサボ,ろうとサボろうと思えばですね、いかれもサボ,ロサボれるんですよね。朝起きる時刻にしてもまあ自分で設定するわけですから、あの自由なんですよね。しかし、自由ほど恐ろしいものはないわけでして、あの何でもやっていいよということは、結局はもうすべてをしなくちゃいけないというふうに自分を追い込まれるわけですよね。そして彼はですね、K さんという人だったんですけども、K さんはあの、まあ、食事の管理、それからあの夜寝る時の管理、それからまあ寝る時の管理、 管理というのはですね、あの単身赴任でね、まあ、そういう形で東京行って、何が一番つらいかというと、夜の孤独、夜の寂しさだったそうですね。まあ、そういったその自分とどうか立ち向かっていくかという問題、それから一日の、ね、スケジュールを決めて、そして会社回りをして、それをして、また本社のハマスのある本社へ、ね、あの報告しなくちゃいけないというような。そのまあ 義務感と言いますかね、そして成果を上げ,上げ,上げたいという、まあその、いろんな気持ちがあったんだろうと思うんですよね。だから、1人でその東京の視点で,です、ね、仕事をするということがいかに大変であるかということはです、ね、その友人を通して私は知っていました。で、まあ、今、それを自分に当てはめてみますとね、あの考えてみれば私はあの地,球の地球のというか、まあ、その彼のケイさんという人と立場は同じなんですよね。 何にしてもいいし、何もしなくてもいいというような、まあ、そういうその立場にあるもんですから、あの自分をどう追い込んでいくか、いや例えばビデオなんか作っても作らなくてもいいわけですよね、これは。あのの誰もその まあ命令されたというか仕事でもないしあのということなんですけどもだから私は一日一作ということを2012年の8月1日,1日からですね自分にそう決めましてそして一日一作を作るんだとそれは不完全でもまあ何て言いますかねここをこうしたかったというかもっと幸福にすればよかったなって後々そういうことはよく思うことありますけどもその時はその時で全力でですね全部を出し切って一本作るわけですけども、まあ、とにかく一本作る 作るんだというふうに自分を追い込んでビデオを一本作ってるわけですね。 そして、まあ、よくあることですけども、もう時間が迫ってくる、あと1時間でもう終わりだっていう時はですね、もうええままよってして出しちゃう時があるんです、それは正直言います。あのいわゆるあの英語のね、あれはスペイン語のスペリングなんかも調べないでですね、調べる時間もないから、もう空も飛びこうじゃないかってことで、バンと出しちゃうことがあるんですね。そういう意味,の意味での荒っぽさはありますし、またあの間違いもありますし、ミスもあります。まあ、しかし、それを外してしまうとね、 まあいいやそのうちできたらあの出そうじゃないかな、ね、んで考えますと私みたいなずるい人間と言いますかねもともと怠惰な人間ですからあのずる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 っと言ってしまうようなところがあるんですよねですからまあどんなに苦しくても一日悲しいことつらいことがあってもですねあの一日一作が出していくんだというふうに自分を追い込んでいますそういう意味で荒っぽさがありますがまあそうまあ、ね、それぞれの専門家の方はそうじゃないそこに命をかけてそこにあの問題追及をなさっておられますからそれに対して 私のようなねまあ素人がですね、一発勝負で切り込んでいくわけですから、それはもう当然間違いもありますし、そうした方たちの反発を買うこともこれもあり得るわけですね。それに対してだったら出さなければいいじゃないかと、ちゃんとしっかりあのー、ね研算して、ある勉強してから出せばいいんじゃないかという意見も当然あると思いますよ。しかし、それに対してもですね、えー、まあ、あのー、こういうふうに私は考えているんですね。まああ昨日例えばブッダのある、あのる、ー え、哲学者だっていう意見を発表しました。そうしましたら、そういう方たちがですね、前向きに私をその前へ引っ張ってくださるわけですね。それが大切だと思うんですよね。で、それを見て、また皆さんも、ビデオを見た方たちもですね、私のビデオを見て、そしてそういう方たちの意見を聞いて、そしてまあ自己修正しながら、あるいは私を修正しながら、私の言ってることをね、修正しながら、そしてまた新しいあの心理への探求の道が、心理への探求が始まるということなんですよね。 それで、まああのまあ、誰かがそういう突破口を切り,開かな切,り切り開かなくてはいけませんという意味での、まあ、自負心はありますね、私には。ですから、あの切り開いていくんだという意味であの決して無駄でもないし、それ自身がね叩き台になってみんなが前に進めばよろしいわけですからねあの、私は素晴らしいことだと思います。 ということで、まあ、あの昨日今日の話ですけども、でまあ今日はです、ね、あの数学的な証明で、私が発見したクロスポイント、北西アジア。 という点があるんですねそれはまさしくルンビンの方向を指し示指し,指し,指しているわけです。ということは、あのまあ、そういった場所をですね、ルンビンの場所をあの正確に示しているそのクロスポイントがあるんだということは、言い換えますと、まあ、それで必要十分条件の十分ではないかもしれませんけれども、しかしあの、まああの、エイリアンたちの目から見てですね、ギザから60度の角度で上がっていく、そしてそのクロスポイントからその線に沿って、 今度は北東の方へ行きますとロンビリがあるんだということはですねそれなりに重要な意味 あの意味があるし、な、ま、ん、あ、でもそうですけど、十分条件というのはあの満たすことは、この,この謎,との,謎の,あの点と線の手法では、まあ、無理な部分もあるんですね、その満たす方法、唯一の方法はですね、あのまあ、はっきりそういった証言を得るということなんですけども、そんなことはもう不可能ですからね、ですから、なて言いますかあの、状況証拠のようなことをもう積み重ね積み重ねていくわけです。まあ、状況証拠では必要かももしれないけども しかし、それだけでまあ,あの十分ではないわけですね。いわゆる犯罪者の証明と同じようなところがあるわけですね。 刑事訴訟法で言うね、必要十分条件のいわゆる構成要件を満たすためにはですね十、十分な部分をいかに満たしていくかというのはやはり難しいですね。決定的な物証がないといけませんから、それはその古代文明に関してはとにかく手探りの状態であるし、またその,じあの外堀を埋めていくという意味でのね、あのなんて言いますか、状況証拠の積み重ねをもうしていくしかないんですよね。そういう意味では必要なんですね。状況証拠というのは必要なんですよ。まあ、ともかくもあの ルンビニーといいうものを示している、クロスポイントがしっかりと示している部分があるんだという意味で、ね、重要だということなんです。で、まあ,あの、あまりもしくは話を続けても意味ありませんので、あの面白い話で言うと、 いろいろあるんですけどね、あのー、昨のはワイフとですね、えー、布団の中でこの話をしてたんですけども、ワイフがですね、芝、まああのー、線の指揮、あのーねあのー、はあの皇帝大ご帝本儀というんですか、あのごあのー、今手元に資料がありませんので、記憶で話しますので間違ってるかもしれませんが、あのー、皇帝はなお犬猿といいというあの部分ですね。 第一第一ページ目を飾るのが皇帝なんですねでその先に実は遠帝というのがいるわけですね。遠帝がなぜその皇帝大帝に出てこないかというと、まあ、皇帝は遠帝を倒して位につくわけですけども遠帝の遠というのは炎赤なんですね。そこで赤から皇帝黄色に変わるというのはこれは語行理論なんですよね。すなわち皇帝の皇という字は当て字なんだよという話をしてあげたんですよね。 で赤、赤黄とつからあのー、色がね、だから黄という字を当てたんだけどの、皇帝というのも考えてみますと、まあ、これは音日本語の音なんですけど、音なんですけども、光る天帝すなわち皇帝というふうに枕言葉は分からなきますからね、光るというあの天、ー、帝ああのー、中国では古来より、あのー 皇帝なんで簡単に呼び捨てはしませんからね必ずその皇帝を飾るためにあの枕言葉をつけるわけですね光る天帝すなわち皇帝というふうに言うわけですけども光る天帝皇帝だったらその皇という字は光るという字でもいいわけですよねようによってはねだからあの光るという字を当てますとこれは光る帝すなわち皇帝でなるわけですけどもそれがまたずっとこのつながっていってアフラマズダへとつながっていくわけですよねアフラマズダ でまあ、私はそのちょっと単純なところありますからアフラー、ア,アラーフ・ア、ね・ラフいわゆるそのモスルム、イスラム教の方々がですねア・ラーフ、ア・ラーフっていうのはアフラーのことではないのかなと考えてみたりするわけですけどもまあ,あの ある方から昨日そのメールが入りましたから。アフラア,アラーフというのは別にあの固有名詞ではなくて神というようまあ、あの神という一般何て言いますか？一般的な呼び方であってアフラ。ラ いわゆるそのアフラマザーのことではないんだよというような書き込みがありましたので私そういうのをいただきますとガクンとこうね自説を引っ込めなくちゃいけませんからかなり調べられて上でそういうふうに教えてくださっているわけですから私はまあアフラーイコールアラフまあ似てるでしょ皆さんね例えばあのザラスストラねザラスストラがのゼウスというふうに考えるのはまあこれ私は自然な音の流れだと思うんですけどもザラス Zeus. Zaras. ゼウスどうですか、皆さん。ですから、ザラスストラというのはゼウス。ゼウスということはザ,ザラストラなんだって考えてしまった、考えるんですけども、それは、まあ、ただ音が似ているわけですから、まあ、あの偶然ということも当然あるわけですね。例えば、私の名前,は名前はヒロシですけども、別に英語で言うヒーロー、英雄とは関係ありませんからね。ですから、ヒロシというのはよくあのオーストラリアの友達に聞かれましたよ。あのヒロシのことを、ね、向こうの人は、ね、ヒロシーというんですね。ヒロシー、どういうわけだから。 HIROHI s はヒロシー発音するんですね。あるいは sometimes 時々にはジョージとて発音するんですね。ジョージ・ハヤしーて。それでまあそのヒロシーっていうから君のお父さんはね、君を英雄にしたいからヒロシという名前にしたのかって聞かれましたけどもそうではないんだと。全然関係ないんだと。でいう話をしましたが、そういうことはあると思いますけどもね、アフラーとアラフトが似てるからといってね、 じゃあ同じ人だということも言えない。同じように今度皇帝の光る点ですなわち皇帝の皇帝の光るから、イコールすなわちアフラマザーであるというふうに結びつけることも、これもやはり危険だとは思いますよ。だけどあのザ,ザラスストランに対してゼウスもやはり危険だと思いますが、しかしまあ頭の中の整理するには非常にいい論法なんですよね。その証拠にミトラがですね、ミレイになるわけですね、中国が入ってミレイがミツという字が手字が当てられて密教になるわけです。そしてその密 教がチベットに入るわけですよねそしてあの東南アジアジからあの沖縄のミル,ミルク教はですね、東南アジア、ベトナムから来たというふうにあの伝説というか伝えられておりますね。ベトナム、越南と書くんですね、もともとは。越南と書いてベトナム。ですから今の言う、今の国のベトナムではないと思いますね。カンボジア、タイ、あの辺を全部含めて、ベトナムと言ったわけですね。ですから、東南アジアからあのミルク信仰が入ってきた。ミルクということはミトラ信仰です。ですから、あの沖縄の人たちは、 ミルク信仰であることをとは,はっきり認識してますしあのまたあの沖縄のミルク教の,おの祭りなんかではあの皆さんフリギュア帽をかぶ,かぶってますねトルコの,あの中部の,、ね、あの古来の トルコ中部の古名ですね、フリギアというのは、そこの独特のあの帽子ですね。あの帽子をかぶっているわけで、かぶって、あのに似たような帽子をかぶってますね。あのまたあの、興味のある方はあの、沖縄のミルクシーン、ミルク祭りというのをご覧になられたら面白いと思いますよ。そういうふうに世界がつながっているわけですね。 まあ、ということで、まあ、あのということでというか、先の話に戻さ,な戻さなくちゃいけませんけども、要するに、シャカ、ブッダというのはですね、あのエイリアンのコントロール下にあったということは、数学的に、まあ、かなり詳しくせあの説明できるんですね。フィルザーバードという円形の,その大きな遺跡がありますが、そこにもやっぱり、ルンビンを示す直線もあります。それから、先ほど言いましたように、クロスポイント、ノースフェスタアジアにも、その、 グルンビのしっかりと示すす直線がありますそれはあの今日の757でしたかねあの。今日作りました。先ほどアップしましたので、あと2 30分で皆さんにご覧いただけると思いますけども、それをまた見てください。ということで、あのまあ、そのクロスポイントはなぜあの私、思い入れがあるかというと、私がね、ここには何かがあるはずだと言って調べて見つけたクロスポイントですからね。あのだから思い入れは深いですけども、あの あそのクロスポイントは非常に重要なので、豊川からねクロスポイント、豊川稲荷からクロス,クロスポイント稲荷をまっすぐ引きますとね、江戸府市に行くんですよ。あのクロスポイントのスイスト、豊川稲荷とね、それから江戸府というのはご存知のように、あのいわゆるその重稿人間、超稿人間、鳥が頭の、ね、人間がいたりするところですから、まあはっきり言えば池、池、 ガミ、イケイシンですね。ちょっと形の変わったイケイシンっていうのは、どうもエドファあたりから、あの、全世界に散ったというふうに、そういうふうに考えられるわけです。まあ、それは余談ですけどもね。まあ、あの興味のある方は、また、あの、クロスポイントのスペース・エジアを見てください。非常に、あの、世界世界観が広がっていくと思います。その、まあ、あの、ビデオは、この後に、くっつけては、ごめんなさい、あの、これ、あの、ダイアリーですから、くっつけないでおきます。あの、ってことですね。 あ,のあともう一つはやっぱり太古の戦争の謎が解けてきたということですね。 あのやっぱりリプタリアンとトール・ワイト、いわゆるチョーク・ワイトと言っていいんでしょうか、真っ白の人間ですね、の対立はやっぱり二大対立はずっとあったと思いますね。そして、あのトール・ワイトの方が力があったし、それから後からや地球がやってきて、そしてあのいろんなところに拠点を次々と作っていくわけです。そして、つがその一つが模返所だろうということになるわけですね。それもその前の前の日、前の午後あたりで説明しましたので、極めて数学的に角度をきちんと保ちながら、それぞれがね、 60度,60度、30度、45度というふうに角度でつながっているんですね。まあ、それ、そういうことで、まあ、90, 90度も一本ありますあの。つながっている。そのモヘンジュダロウですね、いわゆるレプタリアンの本拠地であるインドの中心部に作ってしまったわけです。それはやっぱり、あのまあ、はっきり言えば縄張、縄ーり争い的なね、紛争の、まあ、種になったと思いますよ。そこで、まあ、あのレプタリアン系の,そのエイリアンたちはですね、モヘンジュダロウを破壊するわけです。ボーンとね。 でそれに対して、あのモヘンジョーラを破壊されたことに対する報復として、チョーク・ファイトが今度は逆にシナイ半島、アラビア半島にある、えー、レプタリアンたちの本拠地を叩くわけです。ボン、ボンとねで。ついでに言えば、クプーマン・プンクですね、あのをもあのチョーク・ファイトたちが叩くわけですね。 あのまあ,あの、そして、まあ、古代の核戦争があったわけです。あのただあの、オーストラリアにねあの、カタツジュータという、まあ、ドロドロに溶けたような山がありますがあそこをあの攻撃したのはどちらかがどちらかということは分かりませんけども、まあ、流れからいくと、レプタリアン側があの叩いたということを、まあ、核攻撃したということは十分考えられますね。 で、だからアボレジニの伝説によればですねあのカタツジュータからは石ころ一つ持って帰ってはいけないと持って帰ると死ぬという言い伝えがあってあのアボレジニたちはあのカタツジュータのね、あの石を持って帰らないんだということをーオーストラリアで大学の教授をしている友達が教えてくれましたまあそういうようなことで世界がつながっていくわけですけどもあのどなたかがねあの 書いてくださったんですけどもあの、林先生のやってることはね、調べれば調べるほどあの正しさが証明されていきますので、恐ろしいような感じですということをあの言ってくださいましたけど、実際そうなんですよね。これはもう調べれば調べるほどジグソーパズルみたいだって私よく言いますけども、あらかじめコマがありましてね、答えが。そしてそのコマをですね、順にこう組み合わせていくと、答えがやがてというか、絵が浮かび上がってくるんですけどもあの、どん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 向こうの方から勝手に謎が解けていくという感じで、 あの謎が解けけていくわけですね。しかし、よく誤解されますけども、辻褄合わせをしているわけじゃないんですよ。辻褄合わせをしながら自分に都合のいい情報だけ集めて、あの自分の,その思,思い通りの結論を得ようとしてやっているわけではありません。そういうのはもう逆に、ね、分かりますからね、そういうものを見た人、相手の人の気持ちが分かりますから、そうではあっていけないから、なんあのそう思わせるわ 思って欲しく思わさせないようにで言いますかね、そんなまあ、あのー、私益的な言い方はちょっと失礼かもしれませんけども、思わさせないように、あの私も相手の立場の方の気持ちはよく分かりますからね、ですから、あ思わなくてもいい,いいというか、あのー、思ってもらわなくてもいいように、まあそれ、その先をこの説明しながら、もっとその、 決定的な証拠を先に見せながらそしてその自分の理論を組み立てていくということはやってますよ。ですから決してあの辻褄合わせをしているわけじゃないんですよね。むしろ辻褄合わせということで今週あの話題になりましたあの長野県の茅野市でねあの今度はあの博物館にあるあ仮,面を仮,面仮面の女王でしたかね。 あのが国宝に指定されるというんですけどあれこそまさにあの辻褄合わせですとかまあ ね、どうして仮面なんですかなぜ女王なんですか縄文時代に仮面があったんですかあるいは縄文時代に三角形の仮面が見つかっているんですかそれとも縄文時代には女王様がいたんですかそういうことを全部すっ飛ばして仮面の女王という,うな名前を付けるわけですね。それから八戸の道具もそうなんですよ。私八戸行って考古学の資料を見せていただきましたけどもあのそれがまた土産物屋さんに、ね、印刷物として配布し,しておいてありましたからね、その正式な資料 量があの大量印刷されてでそれをもらってきたわけですけどもそれは何て書いてあるかというとまあ記憶ですけども安産を記念して天に向かって熱、ね、死に祈る、えー 少女の姿でああるとまあ、ねだから合唱道具という名前がついたんだそうですけどもそれもこじつけですよね胸のところにポチンポチンと小さな乳首があるもんですから女性だってわけです私が女性のそのなんて言いますかあの道具を作るならもっと服薬の服よかな胸を作りますねポチンポチンなんてあんなあなんてうご,ごめんなさいねあごめんなさいそれはちょっと失礼な言い方かもしれませんけど別なら女性じゃないからそういうこと言うんですよあれをあんなのはあの おあの胸ではありませんあれは宇宙服のね、あのなんて言いますか、あの今のその宇宙服宇宙人たちもみんなエイリアに指導を受けてますからね、宇宙人の宇宙服のいわゆる生命維持装置をつけるそのノズルなんですよね。まあ、決してあのこ,だこだわりますけど、別にあ,のあ,のあんなのって言ったら、そういうその胸の人をあんなのって言ったわけではありませんからね、誤解しないでくださいね。あのはい ということであの、難しいですね。こういう話はね、本当に微妙でしてね、言葉ちょっと言い間違えますと、すぐクレームはつきますからね。あの、はい。あの、ごめんなさい。あのそういうふうに誤解なさったっちゃごめんなさい。僕は、あの、ああ,あいったものをですね、蒸れたという方がおかしいという意味で、あんなのって言ったんですよ。あの、本当ならここでね、あのビデオ 止めててそしてフィードバックしてそしてまあそこから話し直せばいいんですけどもあの自分にそんな悪意はありませんのであの堂々としゃべっていきます。あのそ,れほどそれこそまさにこじつけさらにあの、ね、あの山梨県の井戸尻の考古学の学芸員の方で大変申し訳ないんですけどもあそこには帰る帰る帰るという言葉がもうあちこちにペタペタ貼ってあってこの道具に書いてあるエイリアンをですね帰るだ帰るだって説明していますけどもあれこそ私はこじつけ だと思いますよいいですかあの、茅野市の,の,あの道具を見てですよ。仮面の女王という方がこじつけなのか、エイリアンという,いう方がこじつけなのか、それは常識で考えてください。ねあえてエイリアンということを避けて、無理に避けているような感じをしませんか ね、素直に考えりゃ子供に見せてくれなぁにって聞けばですね宇宙人って答えあると思いますよ。だったら宇宙人でいいじゃないですか。そこから先ですよ。あのこれ私も宇宙人だとこの考古学が、ね、宇宙人の存在をですね正式に認めたわけでありませんなんて断りなんかつけなくてもいいわけですから。ただ単に宇宙人に見えたら宇宙人って言えばいいわけでしょ。エイディアンだと思えばエイディアンと言えばいいじゃないですか。それをですね仮面の女王なんて変築人なんてとんでもない名前つけるもんですからおかしなことになってしまうわけですよね。 ですからどちらがこじつけかってことになってくると私はそれは私の方がこじつけ。 <laughs> まあ、それは皆さん、の判断んですけどね。まあ、このビデオを見てくださる方はですね、多分ね、あの亀の女王という方がこじつけだというふうに思われると思いますよ。まあ、それはいいんですけども、ということでそういうこじつけってことで、まあ、よく言われますんで、ですから私はそう,いうふうに言われるのが嫌だから、その前もってね、ピシッとした証拠を集めておいて、シッピシッと喋るということに心がけています。そしてね、一日一作ということにも心がけていますから、自分を追い込んでいきますけども、そこには間違いもあるということなんですね。で、またそういうふうに、一日一作というふうに自分を追い込まないと、私 の人間というのはですねいわゆるその自由、自由だということは自由ほど恐ろしいものはないわけでして、その怠惰になってしまう、それは自分としてはまずい緊張感が欲しいですからね、あー緊張感を保つための一日一作ということを自分に、まあ、あの追い込んで作っていくわけです。 ですから、まあ、あの不完全で、後で見てですよ。その時はもうこれでいいんだまあいいままだって出すわけですけども、あ後で見ると、ああ、すればよかったこうすればよかったということで出しています。そこで、まあ、まあ、ちょっとな、ないの話ですけども、こうしたビデオを出すときにですね、例えば、その、957号 B とかってつけます。これは B っていうのは、あの、revised 版です。改訂版の、を意味します。で、が、ななじゅう、950号 E っていうのは、English、英語版です。 7J というのは、これはあの日本語版です。だから、757号 C というのはですね、B にズン、またさらに改定版という意味なんですね。ですから、同じ番号で BC とかで書いてある場合は、BC の方を見ていただきたいと思います。その方があの音量調整なんかもきちんと,きちんとしてありますねあ。音量調整難しいですね。 BGM を入れますとそれは大きすぎたり今度は小さすぎたりして聞こえなくなってしま,うしまったりするんですねでは私が使っているソフトはです、ね、自分の音声を入れるあの部分とそれからその今度はあの音楽を入れる部分を別々にこのボリューム調整するんですねで両方同時に聞くことができないんですですからあの音量調整は出来上がった時に、まあまあ、分かるわけですけどもねですからそういう意味であの音量調整というのは私の場合は難しいですあの新しいソフト買ったんですけどねプロ っていうののをねあの高いお金あの高い値段でしたけども、それを買ったんですけども、どうも使い勝手が悪いんですよね。あの例えばどういうことかというと、あの全て真っ黒のあの画面の上にそれが表示されてくるわけですね。私、どうもこの真っ黒の画面にこの画像なんか出したりすると目が疲れるもんですから、やはりこう、ハイロ系、グレー系の画面に、あるは、 薄いグリーン系の画面にあの像を写してやるというのはいいわけですけどもね、ですから、まあ、あのソフトももう少し、本当は、ね、いいソフト持っていますからあの、いいのを出したいな、出せるはずなんですけども、まあ、今のところフリーソフト、そのままあの10年ぐらい前に買ったあのビデオ編集ソフトを使ってます。 もっとあのいろんな機能あるんですけどね、あんまあまのとにかく時間がないもんですから、まあ、結局型にはまったワンパターンなって出して、ワンパターンな終わり方でいつも終わってますけども、まあ、もう少し時間的に余裕があれば新しい方法にもチャレンジしてみたいなと思いますが、とにかく1日1本なんですねでまあ,あのということで頑張っています。で、まあ多分、あの、まあのま と <laughs> ということで、まあ、あのいやもう一つは今回もです、ね、いろんな方からあのいろんな情報をいただきましてあのそれをビデオ化しようということにはなってますけどもあの、まあ、これは私の個人の問題なんですけども、まあ、あのビデオ化する時にはワワクワク度のの強いいものから先に出しています例えば3つぐらいテーマがある時にはですね ワクワク感というか、こう面白いなと思う方を先にこれは作っています。あのそれは今ですから、どうしても、ね、ワクワク感が私にとってですよ、私にとってワクワク感が少ないものはです、ね、後回しになりますね。でしかし、短期な方はもう1日か2日放っておくだけでもあの怒ってしまわれるみたいですね。 あのですから、ちょっともう少し長い目で見ていただきたいなと思うんですよね。あのビデオを作るっても結構めんどくさいんですよね。めんどくさいというか大変なんですよね。あの例えば写真によってはですね、あのザラザラっと拾える時もありますが、一コマずつあちこちから拾って、それをその、 入れるっていう時には1枚のまあ、写真を探して入れるという作業だけでも1枚の写真に5分ぐらいかかることは、まあ、珍しくありませんのでね出来上がってしまうとパッパッて終わってしまう写真なんですけどもそうやいかない時があるんですよねまあそういう意味であの面倒くさい時がありますのであの いろいろとご不満な点も終わりでしょうけども、それなりに大変な作業もある、も時にはあるということなんです。はい、<laughs> ということで、まあ、あのどうか短期を起こさないであのもう少し長い目で見ていただきたいなというふうに思うときがよくありますね。ということで、まあ、今週はですね、あの先週まあ、の3日遅れの,あのビデオダイアリーになりましたけども、 まああの最後に、まあ、ちょっと今日は長くなりもう30分を超えましたんで、30分でやめようと思うっいことは、まあ、ビデオダイヤル30分で決めてるんですけども、あのー、意識というものにちょっとね、あのー、話しておきたいなと思うんですよね、意識。この意識ほど当てにならないものはないんですね、いわゆる作られてしまうんですよね。 私、それ発見したのは、ですね、昔、まあ、若いころ、20代ぐらいだったと思うんですけども、あの幼稚園バスの運転手さんが、ですね、大体、その当時は、バスの甘くだ幼稚園のバスの運転手さんというのは、天下最近になってましてね、当時は55歳でみんな退職なさると、幼稚園バスの先生になあのバスの運転手さんになってきたわけですね。で、それまではまあ公務員ですよね、幼稚園バスは公務員だったんですよね。で公務員の方がやっておいでになって でそして私とある時あの,あのどっかに座って話し込んだことがあるんですけども、そのバスの運転手さんが私にこう言うんですね。あなたはその、どういう仕事をしてるんだって言うから、自分はその教材を自分で作って、そしてその子どもたちを指導してるんだって言いましたら、そのバスの運転手さんが言うには、よくそんな仕事できるなって言うんですよね。これに驚きましたですね。どうしてって聞きましたら、私らは、 どこどこをどういうふうに回れというふうにきちんと指示してくれなきゃできないよっていうわけです。仕事をですね。で、何時何分にどこどこ行け、何時何分にどこどこ行けって、まあ、朝行くとそういうカードを渡されて、まああの、その通りに仕事をしてるんだと。ですから、その通りにその指,導指示がないと私たちは仕事はできないよって言うんですよね。で、私は逆に今度思うそう思う、逆に思ったですねそう。私は逆にそういう仕事はできないんです。 誰かに命令されて指示通りにあせいこうせいと言われてそれこそ1分単位でねあの仕事をするということをもし言われたら私ならもう即座に断ってしまうというかとんでもないそんな仕事は私にはできませんという話をしたような覚えがあるんですねそうしたらあのたまたま親しくしてましたねガソリンスタンドの運転手あ、ガソリンスタンドの店主さんがいらっしゃったんですよでその方のどういうわけだか大変親しくなりまして食事を に呼ばれたり、我々は主に来てもらったりということをしたわけですけども、そのガソリンスタンドを経営なさっている方がですねあるとき、やっぱり同じような話になりまして、私にこう言ったんですね、林,さんはあの林先生があの毎日その何時から何時って決まってるんですねって言うから、そうですって、例えば2時から3時、3時から4時できちんと決まってるんですよって言いましたら、よーくそんな仕事できますねって、やっぱり驚くんですね。 ええと思って聞いたらガソリンスタンドの方はですねそういうその時間で決められたらまあ頭が狂っちゃってあの気が狂っちゃうよって言うんですね私ら起きてあの、ね、あの寝るまではもうお客さん次第であで仕事をしているとだからその時間でね何時から何分何時何分から何時何分まで仕事をしろって言われたらこれはもうできないよって言われましてね あのそれは皆さんそれぞれ職業観の中で長い時間をかけて作られていくわけですけどもそういったその職業観と同時に仕事あのいわゆるその意識というものも作られていくんだなということなんですよねこれはあの皆さんが持ってらっしゃる意識というのはみんな違うと思いますよ例えば私はもうサラリーマンといいますかはもうできないですねあの自分が仕事をする仕事に対してえー なてますかね、お金が一度誰かを経由してくるってことはもう耐えられませんね。と同時にあの人に命令されてするってことはもうこれはできませんね。私は私で自分でやっているわけですから。ですから枠、あのー、の中で仕事をするってことはこれはもう不可能ですね。というふうにこう自分の意識というのは作られていくわけですよね。 でなぜ私はこんな話をするかというと、ですねあの、こういうことなんですね、あのルネサンスというものを、まあ、ずっと先週取り上げてきたんですけども、ルネサンスという時代は暗黒の時代だったんですよね、それは今から私たちが見ればそれはわかるわけです。暗黒で恐怖し。恐怖 恐怖政治ですね。あれも政治とその宗教が結託した世界がどれほど恐ろしいものかということはですね、まあ、いわゆる政治はもう心までは縛りませんからね。宗教は心を縛りますから。ところに宗教には力がありませんからね、政治的なパワーは。しかし、宗教が政治的なパワーを持ったらもう恐ろしいことになりますからね。いわゆる宗教にその、いわゆるアンチクライストなら、アンチクライストというラベルを貼られましたらもう即処刑ですからね、当時は。コペルニクスの例を出すまでもなくね、処刑されちゃうんですよ。 それがいかに恐怖の自分の思ったことを言うこともできない、思想を発表することもできない、そういう時代をその、まあ、その極めて狂心的な熱心なあ信者に合わせて自分を合わせていかなくちゃいけませんからね。あのー、それはもう恐ろしい世界ですよ。あの私もいろんな世界で。あのてかね、一つ、ね、あ,のある時ね 30代ぐらいだったんですね。まあ、つのアルバイトですね、近くのと言いますか、ある宗教団体の機関誌をですね、こちらの支部の宗教団体の機関誌を作ることになったんですけども、あれはね、まあ、大変ですよ。どこが大変かというとね、一汁一区もう本当は半区もね、違ったらね、もう即全部あのすり直しですから。 あの例えばあの人物、例えば私は昔、あの金東高というままああのまあのご存知にある方はいらっしゃるかもしれませんが金東高先生とあの親しくさせていただきましてあの2度ほどあの東京の虎、ね、ノ門のがんセンターにあのあのの方は入院なさったわけですね1回目の時はあのそれほど重くなくてですねまあ、行って一緒に焼肉を食べに行ったり。あの ガンセットの前に行っ,ってたところに焼肉屋がありましてね、コントーコー先生は私が見舞いに行くといつもそこへ、うハはい、しけい、ベ、え、イ、ー、というか、はい、しべぅ、いぐぅとかってね、あのあのどかどかどか,どか違った国の言葉を話されているような感じで、焼肉食いにくぅ、いぐぅか、なんてね、そんな感じであの焼肉屋へ連れて行ってくださいましたですね。で2回目のときはですね、あのもうかなり重症で、 あのかなり受傷というかもうベッドの上でテントを張ったような状況であのベッドの上に横になってやられましたんで起き上がることもできませんでしたけどもあのー、まああの近藤子先生がですね、あのーまあ、面白い面白いで当にいろんなことを教えていただきましたけどもまあ私はその当時はサッカーの先生というよりも、まあ、面白い先生だなと思ってあ,あのー まああのね、自分の仕事の関係であの知り合って、あの方、のテレビによく出ておられましたんで、あのテレビ局の関係で知り合って、それであの、まあ、親しくして、あの人はー松のメロンがねあの、大好物して電話かかってきて、林くん、メロン届けてくれやーなんていうもんですから、わざわざそのメロンをね、4個か5個買って、東京へ届けたんですよね。で特にあの病院入院なさってからは、あのメロンが欲しい、メロンが欲しいということで、メロンも届けたわけですけども。 そのたびに、まあ、見入院にか見,見舞いということになったんですけどもね、あの今、宗教団体の、あのー、ことでねあの、その宗教団体の雑誌にですね、雑誌化しその近藤国先生のことをちらっとそうですね、4分の1ページぐらい書いたんですよ、締め埋めるために、近藤国先生のことをってことを書きましたら、それだけであの全部あの数、数千分の機関紙、全部すり直しです。で、後から、まあ、聞いたらですね、 その宗教団体は、近東高とはですね、反目しているんだと。近東高はですね、天台ですからね、天台のホストに曲がられた方で、平泉の中村寺であの大放映をなさったこともあって、参議院議員でもあり、もちろんあのあの文学者でもあったわけですね。その文学者という部分で私たちは設定があったわけですけれども、その近東高のことを書いただけで、 あの全部すり直しっていうことがあるんですねですからもうその宗教団体に批判的と言いますか反目すると言いますか多宗教のいわゆるホスと言いますか教争のことを教争,争じゃなあのいわゆるあの変えただけでもあのいけないということでもう誰をどう,どういった人物をどのように書くかということだけでも大変な神経を使ったわけですねそれがあの宗教団体の世界なんですよそういうことを、まあ、身,も身をもって自分で体験しますから宗 東京とあーいわゆるその政治の結託せつした世界がいかに恐ろしいものであるかということはまああのー 感じてますあのそ,れそれがそのルネッサンスの時代だったんですね。ででルネッサンスの時代の人たちはそれを不自由と思ってたかというと私はそうではないと思うんですよね。意識というのは先ほど言いましたように作られるもんですから、その中でも結構自由だと思う人は自由だと思うだろうしね、本物の自由知らないんですから。ですから、あのその中でエセのねつく、仕組まれた自由の中で自由だと思い込んで生きている人もそれはいると思いますよ。 だっ,てだって今に、ね、私たち日本人だって自由だ、自由だと思ってますけど、自由なんかどこにもないですよ、日本には。自由っぽく生きてるだけでしてね。まあ、くだらんこと、バカなこと、アホなこと、ギャーギャーすることは自由ですけども。ね、しかし、あのー、本当の自由っていうのは私は日本人は知らないと思いますね。また知らないと思いますね。まだ本物の自由っていうのを身につくまでには、まだ5年、10年、あるいは100年かかるかもしれませんよ。 まあだんだん急速に日本人の意識も変わってきましたけども、しかし、それでもまだ私は分かってないんじゃないかなと、私は思いますね。というのは、私のように自由に生きている人間というのをあの嫌いますからね。叩きますからね。私は今、自由にこう皆さんにこの自分の意見を発表して、そして、林宏という名前と顔を出して、そして、浜松に住んでいるんだよということを書いて、そして、エイリアン説を唱えているわけですね。これが私の言う自由論なんですけどもね。 まあ、そういうことで自由というものもあの意識、自由に対する意識というものも、これも作られるものですから、自由であって自由でないと思っている人もいいだろうし、自由でないにもかかわらず、自分が自由だと思っている人もいるということなんですね。という意味で、意識というのはです、ね、先ほど冒頭に挙げましたように、バスの運転者にはバスさんの運転者に。 意識がある、そしてガソリンスタンドの,あのご主人にはガソリンスタンドの意識がある、そして私には私の意識がある、それぞれがみんなそれ違った意識になってきて、そしてそれがやがて水と油のような関係になることもこれはあるわけですよね。ですから自分の意識というものをやっぱり調べていくということですよね。 で、まあ、あのパルテノン神殿ですかの門中にですね、タレスかタレスというのが書いたと思うんですけど、ノーヨセフ、何時自身を知るという言葉が刻んであったんだそうですね。ターレスですかねで。それをソクラテスが見て、ー無知の地。 いわゆる自分は何も知らないんだということを知ったという有名なの逸話というか説話が残ってますけどもそれによってソクラテスは無知の知という概念を引き出すわけであります。その哲学、まあ、ずっと話を遡りますと、社会も哲学者であった。それがいつの間にかですね、いわゆるその宗教のまあ階層、教争として祭り上げられていってそれがごちゃごちゃになった状態で日本に向きて現在に見るまあ仏教になっていったわけであります。 まあ、いかにあの仏教というものがですね、まあ、の変質しているかということも、これもあのその人たちには分からないでしょうね、日本人には分からないでしょうね。あのー、例えば私はですね、あのーはいあのー、仏壇をですね、えー、岐阜県の郷里から浜松へ移すときにもですね、椒抜き、椒入れという儀式をしました。それはあの住職がそうしろと言ったものですから、はい。 あのいわゆる仏壇を犯すときには、ちゃんときちんと儀式をしろってわけですよね。その頃ですね、やっぱり、<laughs> 仏教に大きな疑問を抱きましたのは、お釈迦さん、そんなことを言ったのかって言って、<laughs> 言うわけはないですよ、そんなことは。言うわけはないんですよ。はい。ということで、あの、まあ、あの、ブッダ、ね、ゴタマシダーダはね、あの、 哲学者であった。哲学者はそんなこと気にしませんね。そして一人で生きてきますね。そしてこう言ったんです。己こそ己の夜べ。己を起きて誰によるべぞ。よくのえし、己にこそ、まことえがたき、夜べを夜べをぞえんと。秋田さん、どうもありがとうございました。ということで、この今日のビデオダイアリーを締めくくります。Uh, thank you very much for watching and see you again next time. Bye!